はいどうもキスケです。今回シャドーバースやっていくんですけど、使っていくデッキはヴァンパイア、こちらです。ウゴメク狩猟が3枚、ブラッドウルフ3枚、ユリウス3枚、糸蜘蛛3枚、取引3枚、ひとさき3枚、ムレナス3枚、御言葉3枚、ダークジェネラルが3枚、ベルフェゴール3枚、カオスシップ3枚、ヒーローの剣士が2枚、ディアボが3枚、エメラダ2枚となっております。はい、こちらですね、復讐ヴァンパイアで、グランドマスターになった方がツイッターに上げてたので、そちらを、お借りして、ランクマッチ回っていこうかなと思うんですけど、まあね、その見ていただいたら分かるように新カードが1枚も入ってないといいのかと、そんなことでいいのかと思うんですけど、新カードを採用しないこの形が非常に強いです。まあムレナスガキを、飢餓を、まあ、その鎖に変えてあげてもいいんですけど、まあ、そこはね、まあ、自分のお好みで使い分けてあげてください。まあ、ヴァンパイアにも、いやヴァンパイアでロイヤルにも、ドラゴンにも結構ね勝ちやすいデッキなので非常にいいんじゃないかな。まあ、ロイヤル戦だとやっぱり糸蜘蛛をね引きに行って、まあ、ユリウスなんかも引きに行っていいんじゃないかな。で、まあ、復讐状態は、まあ、ロイヤル戦だと、あまり、ね、そう、急がないで、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ドラゴン戦だと、やっぱりエメラダが結構ね、刺さってきてくれます。はい、それではね、こちらでランクマッチ回るんですけど、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。それでは、ランクマッチ、行ってみよう。はい、お相手は、ネクロマンサーですね。今、ネクロマンサーね、非常にムクロの王がね、多いんですよ。まあね、ムクロの王ね、めちゃくちゃ強い。本当に強くて、もう本当に強いんですよね、ムクロの王。何が強いって、その、展開への階段からムクロの王を出されちゃうと、また次のムクロの王にね、すぐ繋がるんですよね。非常に強い。よろめく不死者、これはまあ、取ってあげようかな。よろめく不死者はさすがに嫌なので、ここはちょっと取ってあげましょう。ちょっとでもね、ムクロの王の登場を遅らせてあげて、まあ、こちらが取れる段階までちょっと持っていきたいなっていう感じがしますね。さあ、ボーンキマイラはちょっと非常に厄介ですね。あー、ベルフェゴールか。まあ、ここユリウス打っておくか。それさえユリウス置いておこう。まあ、相手は大量に展開するので、まあ、ユリウス置いとけばちまちまダメージは重なるのかなと思います。はい、さあ顔面呪われた忠誠、きついね。1コスはなし、これはありがたいな。1コスはなかったね。カオシップ、まあここある、あーユリウス、ユリウス、いやベルフェゴール進化でスカビ取るか。復讐状態にしていこう。で、まあ次のターンカオシップにつなげてあげよう。自傷行為をしていく。まあ、デスタイラントはあるんでね、ちょっと気をつけたいんですけど、ここはしっかり除去していきます。6が残ればね、ムクロの王は取れるので。さあどうしてくる。さすがに嫌か、こいつは。あーベレー抜く、そしてまあムクロの王って感じかな。いや取ってくるのか、取ってくるのか。じゃあまだ時間はありそうですね、これは。まだ時間はありそうだな。ここカオシップ貼ってあげようか。カオシップを貼ってあげよう。カオスシップで2枚展開していく。糸蜘蛛2枚。糸蜘蛛進化で取ってあげようか。糸蜘蛛進化で取ってあげよう。相手の手札が少ないのはちょっとまだ救いかなっていう感じはしますね。ただこちらの手札ね、2コスしかない2コスしかないのでちょっと怖いんですよね。うわ、幽霊屋敷ちょっと厄介やぞ。そしてどうする。まあムクロの王を出せばリッチとムクロの王で結構ね嫌な状況が出てくるんですが、飛び出していくゴースト、そしてぶつけていく。ゴーストが飛び出していく。ぶつけていく。で、リッチ進化か。よろめく不死者。
いやでもまあ相手の手札結構厳しそうですね。相手の手札がちょっとわあ、氷付けの巨像はちょっと厄介やぞ。ちょっと厄介。ヒーローの剣士回復できるね。そうだな、まあここ一先であいつを取ってあげて、まあ自傷行為しちゃうんですけど、でまあここユリウス張って、それさえあれば、でまあカオシップ進化で顔面いくかな、これは。カオシップ進化で顔面いきます。ちょっとね、6って怖いんですよね。6って怖いんですけど、まあここは仕方ないでしょう。さすがに次のターン自傷行為はできないですね。デスタイラントがあれば、まあ、その、ああ、勝ちですね。勝ちです。はい、お相手はネクロマンサーですね。またネクロマンサーか。結構ね、ムクロの方がね、非常に増えてきてるんですよね。ムクロの方が非常に増えてきてるので、まあ、その、いかにね、その、ムクロの方を遅らせてあげるかっていうところがね、やっぱ肝になってくるので、ここはしっかり除去しつつ、やっぱり戦っていきたいんですよね。ムレナスは、やっぱりその、相手がね、スケルトンを横に並べてきたときに使ってあげたいですね。例えば、まあ、防音キマイラであったりとか、そういう使い方をしてあげたいな。そいつ顔面か。あ、取ってくるんですね。それはありがたい。そいつはありがてえ。そいつはありがてえですね。まあ、ここ、見言葉でいこうか。これは神様の言葉だよ。ムレナスはまだ大丈夫でしょう。で、まあ、次、防音キマイラ出してくれれば、防音キマイラこうぶつけて、ムレナス、飢餓で取ってあげるっていう展開が結構ね、ムクロの遅らしてあげれるんじゃないでしょうかと思ったが、ここイブリシア、これアグロか、アグロっぽいなこれ。そしたらね、アグロって分かってちょっとベルフェゴールは出せないんですよね、正直。出すとしても5ターン目、ベルフェゴールとディアボリックを使える段階で出してあげたいんですよね、正直。だからまあこれは除去してムレナスで取ってあげようか。多分アグロですね、アグロネクロですね、懐かしの。まあ結構ミッドレンジが流行ってると思うんですけど、ミッドレンジとムクロが結構多いと思うんですが、こんなにイブリシア入ってるからね、これはもうアグアグでしょ。アグロアグロしてるでしょ、これは。で、まあ次のターン、ベルフェゴールとディアボリックドレインにしようかな。そうするべきでしょう。さあ、どうしていく？悩んでますね。オルトロス。おーっと、復讐状態にしてくるんですね。それはまあありがたいっちゃありがたいな。ベルフェゴール出さーずに済むからね。さあ、ためらいもなく復讐状態にしてきましたね。そしたらまあカオシップ出しておけようかな。いや、ベルフェゴールからディアボリックで取ってあげようか。ベルフェゴール進化で、あー、ブラッドウルフ2枚来ちゃうとカオシップでね、ユリウスとそういう形になっちゃうんだよな。まあこうかな。6点残るんじゃないの、さすがに残んないか。まあケルベロスとかでね、まあ取られちゃうんですけど、さあどうする。ラビットネクロマンサー進化で取ってきて復讐状態にしてくれる、これはありがたいな。カオシップ次出してあげれば、その糸蜘蛛2枚並ぶことがあるんでね、ブラッドウルフ2枚あるんで、非常によくこれはね考えられますよ。さあ地の取引、まあここカオシップですね。カオシップそこまでするなら耐えてあげる。あーっと残念ですね、これは非常に残念めちゃくちゃ残念な気持ちになるぞこれは。これは本当に残念だ私は使命を、まあ仕方ないですねこれは。ちょっとブラッドウルフ2枚来て、あーこれ糸蜘蛛来るんじゃねと思ったんですけど、ダメみたいですね。ただネクロマンサーで失踪はないんじゃないの。ファントムハウルがあんのか。
5点入っていく。これはありがたいな。進化で何点だ。3、4、5、6、7、7点。これリーサムないよね、さすがに。あるの？ないですね。ってことは6、7、8、9、10、11か。足りないな。フラットウルフ使っちゃうと自傷で死んじゃうので、あーちょっとどうしようかな。これ何もできんな。次またファントムハウルで終わりなんだよね。いやこれは厳しいぞ。いやでもファントムハウルを出してあげて、まあ、リーサルを取れる形にしてあげれば勝てるんですよね。うん、ちょっとどうでしょうか。何もできないんじゃないか。まあ武闘があれば終わり。何か、はい。いや珍しい形やな、ネクロマンサー勝ちです。面白かった。はい、お相手はヴァンパイアですね。ヴァンパイア結構増えてきてんのかな。うーん、まあ1コスから動きたいんだよな正直。もうブラッドウルフ帰っちゃうか。いや、あーこれでいきましょう。カオスシップ、まあ悪くないっちゃ悪くないかな。うん、復讐状態にできれば、まあカオスシップが非常に強いのでね。うん、本当にカオスシップ強いですよ。うん、本当に強い。復讐状態にした時のカオスシップがマジで強いんだよな。一旦目どうする。何もしてこない。これはありがたいですね。ウオメク狩猟から入れないか、まあ仕方ないですね。ベルフェゴール持ってるので、まあいいタイミングで復讐状態にできればなって感じですね。ここブラッドウルフで顔面いくか。うん、ブラッドウルフで顔面いきましょう。相手コントロールとかかな、どうなんだろう。どうですか。さあ3ターン目の動きは、あーファングサーペンとか回復されちゃうなこれ。回復されちゃうね。うーん、どうしようかな。群れなして、まあ群れなしてまた2点与えるっていうのもいいか。ヒーローの剣士があるんで回復は大丈夫そうですね。でまあ次のターンベルフェゴール打ってあげようかな。ブラッドムーンか、ずっこいなそれ。ずっこいぞそれ。ディアボー、まあ、ベルフェゴールで復讐状態にしてあげよう。さあベルフェゴール行ってくれ。ベルフェゴール復讐状態にしていく。痛いですね。痛いですよ。8点ダメージは痛いよ。さあバンダースナッチだと。バンダースナッチか。何が出てくんだ、何が出てくるんでしょうか。怖いですね。まあ、ここカオシップいきましょう。カオシップ、ただエンハンス7でしょうあれは。うん、だからまあ死なないので、まあここを糸雲進化で取りましょう。エンハンスで使わないと。そうなんでね、ここはしっかり取って、まあ守りつつ相手の顔面にチクチクとダメージを与えていきたいですね。ただまあ目視力が打てるんで相手は厳しいっちゃ厳しいですね。黄色の剣士、黄色の剣士か。進化使ってくるか。いい、進化使ってこないと。あー、じゃあどうしようかな。じゃあどうしようかね。御言葉と、人先で取ってあげるっていうのはどうでしょうか。悪くないんじゃないので、まあ動くめく狩猟を打って、まあね目視力があるのでここ進化圏使わないでおきましょう。さあどうする。さすがに目視力を打ちたいっていう気分になるんじゃないの。うーん、目視力打ちたい気分にならないか。さあエメラダ、エメラダ進化でもう顔面来るかな。あー来ないんだ。こっちを取ってくるんですね。なるほど。じゃあヒーローの剣士で回復してあげようか。あー、ムレナスか。まあヒーローの剣士だな、ここは。ヒーローの剣士。まあヒーロー進化で取ってあげよう。
まあヒーローもちょっとやられちゃうんでちょっともったいないかなと思うんですけど、まあここ糸雲貼っておくか。糸雲よーく狙ってお前はエサイ。さあチクチクいくよ、チクチクいきます。さあチクチクいこう。本当に今の環境さ、ドラゴンしかいねえからマジでちょっときついんだよな。ヒーローの剣士、さすがに進化使ってくるでしょ。使ってこないのか。使ってこない、なんだそれは。群れなして、群れなしてこれで取って、そうだな、まあユリウス貼って、血の取引でちょっとカード引きたい。カード引いて、ベルフェゴール。いや、ここでブラッドウルフ出しちゃうのはちょっとまずい。うん、ここでブラッドウルフ出しちゃうのはちょっとまずい。さすがにまずいですね。5点になっちゃうとエメラルドでリーサル取れちゃうんで、ここはまずいっす。さあ9ターン目の動きどうする？9ターン目の動きはどうしてくる？まあターンが重なれば重なるほどちょっとこちらはきつくなってくるのかなっていう感じはしますね。さあ悩んでおりますね。悩んでるね。まあブラッドウルフ2枚出しで6点出るんですが、さすがにリスクはでかいんだよな。まあ、ベルフェゴールでカード引くっていう。ああよかったよかったっすね。こちらまだ進化券は使ってフル。進化券さすがに使っていく。ゲームオーバーね。まあじゃあベルフェゴールでカード引いて、まあ考えようか。ここはダークジェネラル、ダークジェネラルか。リーサル取れないね。まだ60点しかないからな。まあベルフェゴールでカード引こうか。ベルフェゴールでカード引いて、カード引いていく。ダークジェネラル2枚。あーいやでもここはさすがにヒーローかな。さすがにヒーローだな。まあどちら進化しても一緒なんだが、ここはベルフェゴール進化でいきましょう。ちょっと必殺をね残しておこうかなっていう気がするので、ここはヒーローを残します。さあどうする。まあ次の、あヌート入ってんのか。優しくした。あーそれは厄介やぞちょっと。あーっとナイスタイミング、ナイスタイミング、いいタイミングですね。まあ復讐状態にしてあげよう。仕方ない、これは復讐状態にしないとこっちはね神様取れないので。まあこれで8点にして、まあダークジェネラル2枚でリーサル取れればいいのかなっていうのをねちょっと考えていきましょう。さあどうする。もう1枚バハムート切ってくれれば非常にありがたいんだが、さあ回復していく目視録。じゃあまあダークジェネラル2枚とブラッドウルフでリーサルを取ってしまうと。強い強いですね。ブラッドウルフ悪いな兄弟、悪いな兄弟。勝ちですね、勝ちです。いやヴァンパイア結構いましたね。勝ちました、強い。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、復讐ヴァンパイア、まあ、新カード入ってないので、まあ、今更かよって思うんですけど、まあ、ぜひね、もう使ってみるとわかるんですけど、非常にね、強いです。非常に強い。まあ、フェイスロイヤルにはもちろんですね、まあ、糸雲が非常に刺さりますし、ドラゴンにはね、エメラダが非常に刺さってくれます。さっきもね、バハムートをね、エメラダで返してあげて、まあ、リーサル圏内に収めてしまうっていう動きができたので、非常にね、どのクラスにもね、対応しやすいデッキなんじゃないでしょうか。超越ウィッチだと、もうブラッドウルフとかね、まあその、疾走系でね、もうガンガン押してしまって、まあ、早急にね、リーサルを決めてあげるっていう動きが非常に強いんじゃないでしょうか。それではね、今回の動画よろしければチャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。チャンネル登録はですね、画面右上の僕のアイコンから、その他もろもろ動画出してますんで、よろしければご覧ください。それでは、良きシャドーバース、ライフを、バイバイ。